最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はフォーリーブル、フォーリーブル先頭、2番手はスカーレットメドレー、残り 200m、 フォーリーブル先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はタバスコキャット、フォーリーブル1着、フォーリーブル完勝、フォーリーブル1着、2着はタバスコキャット、勝ったのはフォーリーブル、見事な勝利です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはリアルリック、サイクルカンパニー、この馬も好スタートを切りました。サンドピット前に行きそうです。アンダーワンダー、それに続いています。さらにはサイクルカンパニー、2番リアルリック、その後ろ後方に控えたのがシャドーロンディ。では前の方からサンドピット先手を取りました。そして大きく離れてサイクルカンパニー、この位置です。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはサンドピット、そして大きく離れてサイクルカンパニー、この位置です。黒の帽子リアルリック、その後ろ後継2世後位をキープ、並んで5番ベストパル、間が空いてアウトオブサーベル、そしてやや離れてアンダーワンダー、そして大きく離れてシーヒーロー、この位置です。そしてやや離れてコロニアルアフェア、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてサンドピット、2番手は後継2世、絶好の手応えです。サイクルカンパニー、3番手9番後継2世、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サンドピット先頭、後継2世先頭、2番手はサンドピット、残り 200m、 後継2世先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はベストパル、後継2世この馬で決まりか。後継2世1着、後継2世完勝、後継2世1着、2着はベストパル。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。後継2世、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った、見事なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。イクノディクタス前に行きそうです。イントレピディティそれに続いています。さらにはユーザーフレンドリー、7番インディアンガバメント、その後ろマウンテンオーロラ、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭からイクノディクタス先手を取りました。その外にストーミーロンド、ユーザーフレンドリー、そのうちに続いています。その外にミリオンベッド、白の帽子イントレピディティその後ろ、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはイクノディクタス、その外にストーミーロンド、さらにはユーザーフレンドリー、赤の帽子アニーデプリー、その後ろすぐ隣にインディアンガバメント、その横にミリオンベッド、ボラス、この馬もこのグループすぐ隣にイントレピディティ、
1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。イクノディクタス先手を取りました。その横にストーミーロンド、すぐ後ろにユーザーフレンドリー、その隣にアニーデプティ、その横にインディアンガバメント、その外からミリオンベッド、その隣にボラス、バランシン、すぐ後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。では前の方から見てみましょう。ストーミーロンド先手を取りました。その外からミリオンベッド、並んで11番、ボラス。さあ先頭はまだ16番、ストーミーロンド、ミリオンベッド、ほとんど差がありません。3番手にイクノディクタス、絶好の手応え。イクノディクタスぐんぐんと差を詰めてくる。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はイクノディクタス、残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。バランシーン必死に追う。イクノディクタス先頭、2番手はバランシーン、イクノディクタス1着、イクノディクタス完勝、イクノディクタス1着、2着はバランシーン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。イクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはリコーペガサス、綺麗なスタートを切りました。スリーカラット前に行きそうです。ディリックファンタジー、それに続いています。さらにはサンセットタイヤフェア、9番リコーペガサス、その後ろ後方に控えたのがプロフェシー、前はピッコロ、2番手はリコーペガサス。これは絶好の手応え。スリーカラット3番手、大外から黄色の帽子、リコーペガサス伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はリコーペガサス、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はスリーカラット、後続は大きく離れました。2番手はグッドジャック、リコーペガサス1着、リコーペガサス完勝、リコーペガサス1着、2着はグッドジャック。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。リコーペガサス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。新潟競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。富士奇跡、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。アドマイヤレーブ前に行きそうです。続いていくのが富士奇跡、長尾カントリーすぐ後ろ、その後ろにマイネルサミット、並んで1番クロスシンフォニー、クロスマーブル、この馬もこのグループ。しんがりからサイレントハピネス、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から5番富士奇跡、レースを引っ張ります。その横にアドマイヤレーブ、少し開いて
長ーカントリー、すぐ後ろにクロスシンフォニー。さあ先頭はアドマイヤレーブ。ここで先頭が入れ替わりました。富士奇跡、アドマイヤレーブ2番手に控えました。間を挟んで長ーカントリー3番手。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。富士奇跡先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。2番手はクロスマーブル。クロスマーブル必死に追います。この差は果たして縮まるか。2番手はクロスマーブル。富士奇跡独走。富士奇跡ぶっちぎりです。富士奇跡1着、2着はクロスマーブル。これは桁外れの強さだ。富士奇跡。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭変わりました。先頭はミルフォードプレス。ミルフォードプレス先頭。2番手はライデンリーダー。やはり強いミルフォードプレス。ミルフォードプレス。ミルフォードプレス1着、2着にはどうやらライデンリーダー。ミルフォードプレス見事1番人気に応えました。短い直線に入って、後続は届くかどうか。さあ先頭に立ったのはダンシングサーパス。残り 100m、 ダンシングサーパス、さらに突き放します。ダンシングサーパス、もう一伸び。ダンシングサーパス、ゴールイン。ダンシングサーパス1着、2着は鶴丸ガール。これは桁外れの強さだ。ダンシングサーパス。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったオートリアロー、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってオートリアロー2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手はウィルビーコスモス、残り 100m 必死に追うオートリアロー、2番手はウィルビーコスモス、オートリアロー、ペンカフェ1着、2着は微妙です。1番人気に応えました、ペンカフェ見事です。短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭変わりました。先頭は河内トリビュート、カバを一気にちぎります。2番手は日本ピロプリンス、河内トリビュート今ゴールイン、段違いの強さです。河内トリビュート1着、2着は微妙です。これが世界の実力だ。河内トリビュート